おはようございます。ポーポーです。ただいまの時刻は、3時。今いるのがですね、道の駅西川という、ところに来ております。でこれから何するかと言いますと、山菜採りです。お目当ての食材は合算岳ということで、今からですね、合算に登って、取っていくわけなんですけれども、ここで、ちょっと友人と待ち合わせして、みんな揃ったら、誰もいないのにトイレの自動ドア開きましたということで行ってみましょう。ここなんだっけ、なんていうところだっけ。教会違う、元あそこに書いちゃった。なんだっけ、山形県立自然博物園でいいか。そこから入ってきます。そこから合算に向けて登ってきます。熊に注意。この3人で今から登ってきます。こんな感じですね。最初は石畳を行きます。すげえ真っ暗。ちょっとライト上げよう。明るい方にします。もうほぼライト明るくてちょっと弱くするね。明るすぎて。1時間ちょっとぐらいかな、1時間から2時間ぐらい、タケノコポイントまで行きます。わあすげえ、怖っ。ちょっと明るくなってきましたね。まだまだポイントまではまだまだです。気をつけてここへ、せーの、よいしょ。よいしょ。あ、水芭蕉の花が咲いてる夢見て。さあこっから設計ゾーン、慎重に俺は行きます。キックステップ、もうちょいでポイントです。わあ、後ろも綺麗。到着、合算登山道の途中です。この笹の藪の中に潜ってきます。よし、ゴーゴー。それか、早速ありましたけど、下が昨日ね雨降ったから、なかなか滑るね。はい、ありました。合算だけ、あーちょっとちっちゃいね、ちっちゃかったけど1本目です。今季1本目よし、どんどん登っていこう。あ、あった、でかいでかい、あれね、あれを取りたいんですが、よし、
あー、ここ入ってるな、誰か。危ない。これいいね、一番いい。今日の今撮った中で一番いいね。ちょこっとだけ鳥損じみね。うん、ね、木の下の方が良かった。細いね、ちょっと。食べれないお湯だよ。足同じくらい足が同じ。いや違うよ。ということで、あんまり取れなかったの で人入った後もあったんでね、移動します。ポイントよし、じゃあここを拠点とする。第2ポイント。プライアンセッツは合わねえ。ツイストしてクマ出てきそうなんだ。よっしゃ、俺はここ。あ、あったー、遠いな。よいしょ、ちっちゃ、かわいいサイズだ。かわいいサイズだ。これいいや。取らないで。ちっちゃ。ここにもあるね。あぶね。滑ったところに曲がりたけ。いいね。やっと、いいね。長さと太さが取れましたっていう感じで、どんどん取っていきますでね、降りる時も降りながら取りながらって感じでやっていきましょう。お、あった、群生群生してますね。ちょっと細い、これはいいね。いいサイズ。いいサイズ。いいじゃん。つまずいた。あれ、雨降ってきたね。みんなどこ行ったんだろう。全然声が聞こえなくなっちゃった。雨ってね。あれ、こんなとこ通ったっけか。あ、これ川の、川の真下のところ。これどこに来てんだ。いやー、びしょびしょ。あー、ここ川のところね。うわ、危な、危な。よいしょ、よいしょ。どこ、ここはどこってね。あれ、もっと下だっけ。あれどこ、あ、あれどっから取り始めたんだ。あれ、上下、
あれ上下こんな顔あったっけ。あ、違う、下に来すぎたのか。いやー逆だと思ってた。だいぶずれちゃったんだね。はい、ということで途中で電池なくなっちゃってね、雨も降ってきたんで交換できませんでしたが、このぐらい取れましたと。まあみんな同じぐらい取れましたと。虫がすごい。虫がすごい。で、時刻が今9時15分ということで、もうこんだけ取ったんでね、帰りましょうということで片付けます。晴れてきた。さっきまですげえ雨だったのに。やりましょうか。結構虫がすごくて滑落シーンでそういうサムネに使うよ。じゃあ設計コース愛禅なしが2人、チェーンスパイクが1人、滑落しないように気をつけます。危ない。あ木がね、普通に生えてると思ったらね、折れてる木だった。あ、でも雪結構柔らかくなってて、意外と意外とな感じなら。あー気持ちいいね。わーすげえ綺麗な雲。じゃあもうちょっとこっからは危ないんで、下までね一気に降りたいと思います。滑落ね、ゴー。滑落シーンは滑って大変ですね。これでもオーベルコースボコボコになりそうだよね。設計を降りてったんですが、途中で崩落してて行けなくなってたので、やぶこぎです。設計からちょっと入って登山道ではないルートを今から行きます。ちょっとカメラブレブレになりますけれど、ご了承ください。よいしょ。うわ滑るね、苔で超滑る。よいしょ、危ない危ない危ない、よいしょ。超きつい。よいしょ。あ、抜けた抜けれた。やったよいしょ、やったぜ。はいよし、遭難仕掛けたね。そこまで。食料は竹のことを煮味噌汁もあるから俺。水は無限にあるし、水は無限にあるし、まあ1日2日2日ぐらいは大丈夫かな。近くの寒さに耐えられない。そうだね。よっしゃ、あとはもう安心の来た道を変えるだけです。あれだっけか、あれこの設計すぎだとだっけ。あ、ちょっとあるんだね。うわー怖っ。怖っ、こんなとこ通ったんだっけ。はい、なるべく奥側を。空いてる？マジで
広げないで。広げんだよ。広げんだよ。ほら。怪我はしないぐらいかな。ああ、そっか。この川で崩落して通れなくなってたな。こっちは。こっちも開いてんだよね、もう。ほら。伸ばす。こうなってます。はい、じゃあこっからはもう安心ルートです。行きましょう。なんとか無事たどり着きました。着いた。はい、ということで間もなく車に着きますので、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、ポーポーと友人たちのタケノコ取り動画でした。またお会いしましょう。お楽しみ計量タイム。 4.5 結構取ったね。 4.54.5 吉木選手 4.5 キロ。さあ川島選手の記録 3.52、 例年よりもちょっと少ないですね。ちょっとやる気が。さあ北方選手の記録 3.79、 3.8 いかなかった。まあ例年ぐらいだね。ということで優勝は吉木くんでした。どうもー。パチパチパチ、どん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 みたいな音入れてる。パフパフ。